こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県逗子市横須賀線逗子駅にやってきました。現在2、3番線ホームにやってきています。左に1本線路がありまして、お目当ての車両ではありません。まだ到着していませんでした。まあ、なぜここに停車をしているのかよくわかりません。この列車が移動してくれないと本日お目当ての列車はここにやってくることができません。もしかしたら訪れるタイミングを間違えたのかもしれません。この後は改札を出ましてお迎えに行ってみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。予想していた流れと大きく変わっています。話が全然先に進んできません。まだ右側に停車をしています。久里浜方面を見てみますと複数の線路、右側が逗子駅構内留置線、一番左側の線路はこの先さらに伸びまして左側にそれてきます。最終的には京急逗子線神武寺駅周辺まで伸びています。草が生い茂りまして線路の方だいぶ錆びています。神奈川県横浜市に位置します J トレック総合車両製作所横浜事業所を入出場する車両がここを通過、専用線になっています。今回横浜事業所の方から列車がやってくるということなのですが、この状況本当に来るのか不安になります。反対方向を見てみますと先ほどいた逗子駅ホーム、専用線は一番右方向に進んできます。先ほどいた列車が動かなければここにやってくることはないかと思います。未だに状況が読めていません。神武寺駅方面に進んできますと第4種踏切がありまして、そこに行けばこの後列車がやってくるかどうか分かりますので移動してみたいと思います。先ほどの場所は草が生い茂っていました。少し移動しますと綺麗に刈り取られています。奥に踏切が見えています。基本的に入出場する車両のみがこちらの線路を使います。月に1回もしくは数ヶ月に1回程度、めったに列車が通過をしませんので踏切の方も遮断機や警報機は設置されていません。列車が通過する際のみ関係者の方が配置されまして誘導を行います。今回確認することができましたので、この後やってくることは間違いなさそうです。これで話を進めていけそうです。ついに中央快速線や直通する青梅線で E233系0番台、グリーン車を組み込んだ12両化サービスを開始しています。お試し期間ということで無料でのサービス開始、運行初日となった1番列車大月発上り快速東京行きのグリーン車に一部区間乗車をしてきています。10両から12両化された運行開始初日の導入本数は3本だったようです。次々に12両化された編成が出てきまして、最終的に2025年3月春頃に整うかと思います。とは言ってもまだグリーン車の方が全て出揃っていません。ここ最近の流れを見ていますと1ヶ月に4編成分8両が横浜事業所を出場しまして、神武寺駅周辺から JR 貨物により甲州走、配属先となる豊田車両センターの方に向かっています。前回9月中旬に49編成目から52編成目までが輸送されています。そして今回53編成目から56編成目までの8両、この後ここを通過しまして逗子駅方面に向かいます。当初の予定では全58編成分
116両のグリーン車が導入される予定でした。しかし変更があったようで1編成分2両が減、最終的に57編成分114両のグリーン車が整いますと全て完了という形になります。今回で56編成目までが揃いますので、もう間もなく完了、残すは1編成2両のみという状態になります。そうなれば8両4編成分の高周走、これが最後になります。2022年7月5日に最初のサロ E232-1、サロ E233-1、高周走を見始めまして約2年ちょっと、完全に終わりが見えたということになります。そして周辺にはカメラを持った方が集まってきました。こちらの神武寺駅側ではなく反対の逗子駅側にカメラを向けられています。まずは牽引を担当します愛知機関区に所属する DD200 型が短期1両でやってきます。をかき分けてやってきたのは5号機です。現在交通を遮断しています。迎えに行ったことを確認しています。グリーン車を牽引しましてすぐに戻ってくるかと思います。2階建てグリーン車のみ8両の超大編成を牽引してくる5号機、海外シカゴメトラのような編成を見ることができるのも今回が最後になります。牽引されていますので前後に揺さぶられるような感じで停車をしました。サロ E232-55 55編成目になります。5号機の後ろが56編成目、ピカピカな車体です。国産のメトラになります。最後尾には反射板、こちら53編成目です。仕様は特に変わらないかと思います。2枚扉、そして前回乗車をしましてデッキの方とても広く感じています。
草が生い茂る線路に8両のグリーン車、そして先頭の5号機を入れますと9両の長大編成になっています。ここに停車をしまして、もう次は逗子駅のホームの方に向かうかと思います。ゆっくりと行ってしまいました。ひとまずこれで長大編成での輸送は終了となりました。しかしもう1編成分2両での輸送が残っています。機会があれば見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。この後は京急逗子線に乗車をします。逗子葉山駅まで歩いていかなければなりません。そのような都合がありますので、駅ホームから見ることはしません。最後だいぶ数を減らした E217 系を見ながらこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。